番マイク。ようこそ戻ってきてくださいました。改めまして皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。第2部なのでね、さらに元気にいきましょうということで、そしてドスパラ TV をご覧の皆さんこんにちは。今日はこちらのドスパラ札幌店さんにてイベントをやらせていただきます。本日 MC を務めさせていただきます声優の野水よりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで3時からの第2部なんですけれども、早速本日一緒に、お送りするメンバーをご紹介したいと思います。ドスパラ TV といえばこのお二方、高橋俊也さん、そして村井梨紗子ちゃん。いやー酔っこらせはーい、はい、俊也さんこっち、こっちですねいいですよ、お願いします。はい、じゃあ、あ、私、ん？いや、あの、もう一人、あ、そうしましょう。あの、もう誰が来るか言ってしまった。まあ、あ、じゃあ、とりあえずこの、じゃあまずちょっと自己紹介を二人に先にしてもらっちゃいましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。私はドスパラ TV でアシスタント MC を務めております、声優の村井梨紗子です。どうぞよろしくお願いします。むっこ。はい。そして、アシスタントが先に挨拶をしてしまいました。そうですね、すいません、はい、振り間違えました、はい。それからですね、悲しいお知らせを皆さんにしなかったらいかんと思います。何ですか。はい、飛行機はやっぱり取れませんでした。いや、はい、今現在宿も取れておりません。はい、ということで見てる宿が8人が検討中となってどんどん売れていくという、はい、ということでですね、テクニカルライターの高橋俊也でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、本日ゲストの方に来ていただいております。第1部でも告知しました、ナチュラルズ北海道の鳴海二等兵選手。はい、二等兵選手よろしくお願いします。ではちょっとマイクをつけていただいて、はいね、ヘッドセットをつけていただいて、ゲームがしやすいようにね、ヘッドセットでございます。はい、して自己紹介お願いします。ナチュラルズ北海道フォートナイト部門、鳴海二等兵です。お願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとお座りいただいて、はい、はい、先ほどですね、第1部の方で行ったテーマの方なんですけれども、そちらがビーツ、何してんの、もう隠れちゃうからねそう、隠れちゃうからね、ひょっこりはんむっこりはんむっこりとはむっこりとはちょっと危険な匂いがしますね。なんか全部あれですかね、ぶっ壊しながら再構築していくタイプなんですかね。あ、一回壊さないとね、壊さないと気が済まない。でもいつもそう、よく考えたらいつもは俊也さんにしか迷惑をかけないからいいけど、うん、今日はいっぱい迷惑をかける人がいるから、あんまりやらない方がいいなってさっき思いました。鳴海選手にはちょっとね、かけないでいただきたい、ね、いや全然大丈夫ですよ本当です、ね、優しいですねよし先ほどの第1部でのテーマが Be the Fast, Be the Tough ということで、うんうん、タフな PC を作ろうということで、同じナチュラルズ北海道の宇佐選手が自作 PC にチャレンジしてネジネジしていただきましたね。こちら出来上がっておりますこれがですね、早いタフい PC、 タフオプテインオプテインオプテインタフオプテインひらがなはい、はい、ということで、うんうん、一応俊也さんの頑張りにより無事できましたね。あのタフアライアンスというキットでございまして、はいはいはい、はい、うん、そうですね、そう、それでね、はい、今キャンペーンも行って、はい、そうなんです、ゲームにおすすめのタフアライアンスキットでこちら組ませていただきまして、タフシリーズですね、ASUS さんが出しているタフゲーミングシリーズのパーツをこう主軸にして組んでいったやつでございます、はいはい、ということで出来上がったので、今回の第2部ではですね、こちらの PC を使って鳴海二等兵選手の華麗なプレイをフォートナイトで皆さんでね見ていきたいなと思っております。キャラクターがすでに可愛い、いろいろフォートナイトはですね、カスタマイズできるのがいいですよね。がっつりしていただいてますね、うんうん、すごい陽気なキャラ出てきましたけど、皆さんには画面見えてるのかな、まだかな、切り替えてもらっていいですか。はい、切り替え、かわいい、かわいいですよね。ちなみに鳴海選手は自作 PC とかやったりするんですか。自作 PC は結構昔から、うん、やっぱあの企業さんで結構好きなところが多くて、自分で組みたいなっていうのがすごくあったので、はい、何回かやったことがあります。素晴らしい、すごい。じゃあちょっとね、実際に宇佐選手の作ったのをね使っていただきたいと思います。準備の方いかがでしょうか。いけそうですかね。可愛い。今回デュオでやっていただくんですよね。もう一人がこちらはお友達ですか、どなたでしょう。こちらはそうですね、いつも年収を付き合っていただいてるフレンドの方で、うんうんうん、あら、なるほど、
フレンドの方に手伝っていただいて、じゃあもう2人とも上級者の方でデュオを組んでいっていただくということです ね楽しみだ。これはもうビグルー間違いなしじゃないですか。お期待がかかりますね。ロシアさあ熱かけますね。ちなみにフォートナイト自体見るのも初めてという方いらっしゃいますか。いますか。あ結構いらっしゃるね。おお、じゃあ実際にここですごいやばいこと言いそうになったんで、私も今多分同じことですね。自粛します。はい、バトルロイヤル形式のゲームです。バトルロイヤル形式といえば、もう一個多分浮かんでる人いると思うんですけど、まあ、それじゃないです。そちらと違うのはこうクラフト要素があるというか、クラフトしながらそれを有利にこう地形を使っていくというところがありますね。材料を手に入れて、それでですね、まあ、例えばそのこう家だとか作るんですけど、その壁をその防御に使ったりすることもできる。それを崩して落として落下でダメージを与えるとかってこともできるなと、はい、ね、いろんな要素がありますね。面白みがありますね。今サマースカーミッシュって言って、アメリカの方で大きな大会がやっているので、もし動画見たことがないよっていう人いたら、土曜日の朝方ぐらいにやっているので見ていただけると参考になるかなと思います。ちなみにさっきトシオさんが言ったビクロイというのか、はいはい、ビクトリーロイヤルという、はい、まあ、いわゆるね、ドンカツに近い、まあ、最後の一人になるというね、はい、優勝みたいなところですね。そうですね。ではでは、はい、成海選手、準備の方はいかがでしょうか。大丈夫です。はい、ギューをしてもいいですか。はい、お願いします。いいんですか、掛け声しません。向こう、あ、それ飛び降りるときに、あ、そうか、飛び降りると、あ、そうか、じゃあ掛け声どうしますそもそも。そもそもまだロビー入ってないんで、どういう掛け声でいきます。じゃあ、あれですね、レッツビクロイ。これ、これ合ってます。こんな感じですよね。僕もやるんですか。もちろん。もし、お手が空いていたら。そうそう。それは初耳なんですか。パラシュートで、パラシュートじゃないや、ピャっていうのが、なんて言うんですっけあれ。ピャっていうの。ああ、降下するとき。そうそう、降下するときに広くなんか、はい、開く、なんていうの、ピャっていうやつ。ピャっていうのが、ピャっていうのが開いたら、レッツビクローイってみんな言いますからね、みんな。はい、みんなでいいですか、今。僕、降りながらこうマウス、こうやってやるんですか。そうです、そうです。いやいや、無理しないでください。声だけでもいいですし、声も無理しないでください。はい、じゃあ、スタートしていただきましょう。お願いします。ね、なんかちょっとアメリカのアメコミみたいなキャラクターで可愛いですよね。可愛いですよね、絵柄もね、ポップな感じで。まさか今から殺し合いをするとは思えないほど平和な。すごい、動きがすごいですね。そう、さっき、なるみさんは始まる前に、老戦士のね、方なんですよね、なるみさんは。そうですね。もうだから老戦士っていうとですね、マウスのこのなんていうんですか、動かした時のセンシティビティが低い方に設定されてるので、ちょっこういっぱい動かしてもちょっとしか動かないっていう設定なんですよね。だからこうより大きくマウスを動かすので、ちょっと幅が必要だよっていうことはおっしゃってましたね。その代わり要は細かい動きがしやすいんですよね。あ、そうか、調節がしやすいんですね。あ、なるほどね。あ、今何老戦士ってお年寄りの選手のことですか。数々の戦場をくぐり抜けてきた戦士かと思いますよね。ねえ、でもわかります。私も最初そう思ってました。マウス感度を上げてる人はハイセンシ、ハイセンシっていうんですか。ここら辺で降りるよ。ハイセンシティビティです。はい、オッケーです。あ、今ね、ボイスチャットをお友達の方と やりながら、相談しながらね。こんにちは。こんにちは。聞こえるかな。あ、今相談しながら。陰キャ感出すのやめてもらっていいですかね。あ、陰キャ感、陰キャ感出てますよ。大丈夫ですか。はい、というわけで皆さん、これがね、ちょっともう、ちょっと開くの待ってから、レッツビクロイ行きますよ。ピャッてなったら行きますよ。はい、すごい、稲妻とともに降りてますね。すごいビリビリしてる。これはなんか、このエフェクトあるのかな。そうですね、バトルパスとかだとこういうエフェクトある。あ、レッツビクロイ。タイミングわかんない、それせーのぐらい言ってほしいな。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ってなっちゃった。さあ、いっぱいいますよ。すごい、こんな、かわいい。かわいいのに捕まってる、ね、今でもいっぱいいますよっていう声が聞こえましたけど、多分一つですね。一パ、あ、一組あリオなんで二人。そうか、二人一組なので、ね、すごい。でもやっぱり私のプレイと動きが全然違う。やっぱ上手い人ってなんか動体視力の問題なのか、なんかテクニックもあると思うんですけど、なんか本人の持ってる元のスキルというか、目の良さとか、ね、ありますよね。どこ降りたかわかる。今これが材料を集めている状態です。なるほどなるほど。これでクラフトっていうのをするんですけど、それはちょっと後々出てきたら見ていきましょう。これ武器を集めたりとか、集めながら。ムクもやってる。ムクはですね、あんまりやってないです。おーい。 あれです、ね、これ今みんなクラフト落ちたの見た。階段とかやってない。頑張ってる、抗戦してる。すごいすごいすごい。待って、うわ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 、
で向こうもクラフトで応戦してますね、うん、なんか上手な人同士という感じがしますね、すごいね、これ結局動きが止まったらもうアウトっていう、上手い人同士だとやっぱりあるんですかね、うん、そうですね、よくあのピョンあれ逃げるぞって跳ねてるような動きっていうのは実はこう相手にエイムを絞らせないっていう動きが分かんない、なんか本当になんていうの、どこから何が来てこうすれば防げて、こうすれば相手の死角になってっていうのを全部スナイパーやった、スナイパーやった、殺した、やるのが本当に技術のいるゲームだなって。私そもそも振り返れたところで、うんうん、私割と感度高くしてやる人なんですけど、うんうん、こう TPS とか、うんうん、クソエイムさえ当たらないんですかね、ずっと当たらない、このエイムだとちゃう、あのなんだって高い低いって言っても所詮このなんていうんですかね、手が動く範囲のあの微妙な調整をちょっとどうやってやってるんだろう、そうそう、ね、ヘッドソン選ぶんだったらちょっと上とか、うん、オーバーウォッチとかやってても、はいはい、暗示的にウェーリング打つっていうよ、そこ漁ったら OK です、とかの方が、なるほど、狙うよりサポートの方が、あと上手い人同士が来るとこうあれなんですよね、あの連携プレーができてその2倍強くなるんじゃなくて 2.5 倍とか3倍強くなってくるんですね、おーさらにさらに、そうなんですよ、でこれが下手な人同士が組むとですね足を引っ張り合うっていうすごいことになります、今飲んだのがシールドポーションっていうやつですね、これを飲んでるとちょっと、あ待って待って待って、僕ミニパル、ミニパル、ミニパル、防御力が上がる、そうなんですよ、そうなんですよ、まだこう、いやでも操作本当に早いですね、うん、この武器が落ちてる時にこう色があると思うんですけど、この色によってもそうレアリティが違って、うん、何色が一番いい、確か紫だったと思うんですけど、金ですね、あ、金です、はい金ですね、金色が一番レアリティが高いです、金の下が紫ですか、これは金、金、紫、青、緑、白の順番であのレアリティが高くて、これ確かあれだよね、あの台風のなんか目っていうかそういうのがどんどん狭まってくる、あ、はい、そうですね、なんか嵐が狭まってるっていう設定でして、で、なんかイベ結構遊び要素もあるので、うん、バトルパスとかやると例えばクエスト消化でこのバースデーケーキの前でエモートをするとかそういうのもあるので、ただ殺し合うだけじゃなくていろんな遊び方があるゲームなんですね、あ、そうそう、イベント要素といえばあのなんか超巨大ロケットで、でなんか見てたら突然ガーッ発射されたりとか、何それ、すごいね、そういうイベントがあったりとか、あのなんかお墓があってそれがちょっと悲しいものが出てきたりとか、あら、いろいろあるんですよ、なんかあるんですね、クエスト的な雰囲気の3ヶ月ごとぐらいにシーズンっていうのがあるんですよ、はいはい、それでなんか1回1回にテーマがあって、例えば3だとなんか宇宙に行こうみたいな設定があったりとか、はい、そのロケットの時はあのヒーローがヒーローとヴィラン要は敵っていう設定でそのロケットを打ち込まれたよみたいな設定でして、なんかね、そういうそのところも楽しめる、あの非常にね、あのいいゲームらしい、キャラクターのコスチュームとかね、これはワンチャンあのウェディングの真ん中をされるかもよ、時間的に、あ、OK っす、私このゲーム昨日練習してたんですよ、ちょっとだけ、はいはい、なんですけどですね、あ、あさられてるわ、3回やって、3回10秒以内に死んだんですね、でもそれクラフトとか間に合わないっていうか間に合わない前に殺されちゃう、なんか私一番最初にこう2階に降りるといいよって聞いたことがあって、フォートナイトで、そう、高いところからこう屋根をこうバンバンって斧で切っていってクラフト集めながら、そうすると武器もね集まるからって言われてやってたんですけど、こう屋根をボンボンってやってる音を多分下で聞いてるんでしょうね、バーンって撃たれて死ぬっていうのを2回繰り返して、そうで、あと心折れるやつだ、そう、高いところから落ちても死んじゃうじゃないですか、なんか櫓みたいな建物があって、そこの上に降りてこうガンガン落ちて、東京あたりでワンチャンス、櫓だから足が高くて、ね、で床を壊した瞬間ブーンって落ちて死にました、そう、ね、自滅もあるんですね、そういったね、そうなんですよ、まあ、逆にね、その打たなくてもじゃあ相手の足場を崩して落下させるってこともできるってことですね、そうなんです、いろんなね戦い方が、いろいろ、ね、結局敵の人数が多いと狙われてしまうので、うん、だから降りるところっても重要になってくるし、なるほど、人が多いところを狙わないとか、ね、あとはその動きを絶対に止めない、はい、トシアさんがやられてる、私一回もやったことない、楽しいのかと思った、本当に雰囲気がすごい重厚感のある雰囲気で喋るからめちゃめちゃ出てないのかと思ったすごい一般的なこと言ってたんです、あ、そう、なるほど、あとは開けてるね、あとはあのロケットの話とかはあのネットで見た、あ、なるほど、なるほどネットで見た、ネットで見た、
や、 やっぱりすごいなんか話題になってる人気のゲームなんで、うん、そういうのをそのネットをこううろうろしてるってやっぱり見るんですよね。ねえ、うまい方の動画とかね、実行いつかやってみよう、いつかやってみようと言って仕事にまみれてる。お忙しいから、としやさんはね。あの来週あたりのフクロウカフェに記事が出てます。あ、フクロウカフェ、はい、秋葉原にあるんですよ。あ、ありますね。これはでも楽しいな。あのクラフトのあ、なんか踊ってる踊ってる。クラフトを遊ばないでください。防御を使ったりとか。すみません。はじめにやります。なんか私 PUBG はすぐ死んでしまいそうでやったことなかったんですけど、ちょっと前からちょっとワンチャンありそうですが。60あたりから受精です。逃げて、うん、例えば ありがたい、僕受精方法が見えてないから。そういうのも面白かった。あ、色は僕の目の前、245。お、オッケー、お、意外ですよ。モイスティーマーマンと、ほら、初期スキンかな、あれ。ちょっと見えてない、ごめん。これで。いや、そこまで見えるんですか、今。私見てたけど何も。海水だわ、海水。嘘嘘。あ、オッケーです。前回のスキンだから、そこそこやってるかも。なるほど、そういう判断もね、ね、うん、強さを判断したりするんだ。イベントでもらえるやつしっかりやってないともらえないとか、ある程度戦うなら、これ背中に背負ってる方はあれですね、ギブソンで60から来ますね、これ。あ、そうなんですね。これだったら、まあ上取る、ここら辺、とりあえずそれでもいい。あそこなんか打ち合いそうじゃね。はい、1人、ダン、ワンダン、ワンダン。すごい、すごい、すごい。行きますか、行きますよ。何も見えなかったですよね。なんで変なとこに打ったんだろうぐらい。そう、あの鉄のところにもう一人いるんだよね、多分。うっそ、すごい、鉄、あ、オッケー、すごい、やっぱ。あ、今、蘇生行ってる、蘇生行ってる、下、下に落ちてるか、多分。蘇生ができるんだ。赤レンガの右です。赤レンガの右です。プロすげー。これレンガじゃなくて鉄やで。え、鉄です。かわいい、鉄レンガ。確かにレンガっぽい。どう見ても鉄やこれ。ああ、ここにいるの。オッケー。おお、なんか歌えた？歌えてる。わあ。どうするこれ？一回抜ける？クラフトが目の前でポンポン出てくる分、よりしっかり見てない。僕あの大ボだけストックするわ。オッケーっす。え、なんか全然実況もできないくらいすごい。あのさ、あのサブマンの玉欲しい、サブマンの玉。説明ができないくらい、間に合わない。早い、そう。歌えてる、歌えてる、下がろ下がろ下がろ。いや、行く必要ない、行く必要ない。そのね、判断が瞬時にできるのがやっぱすごいですよね。だからこれはバカズを踏んでる。うん、分かってる分かってる分かってる。あそこだ、あそこ、あのモアイのとこじゃね、違う？そうっすね。モアイのところ。モアイのところにいるんだって。モアイじゃない。ちなみに PUBG はやってる。いや、モアイもいいね。違う。あれ違うわ。近い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 。オッケーオッケー。どのくらい上手いのかとか、なんとなく動きを見る。インパル使ってる。おお。すげえ。後ろいるわ。できてるもんね。相手もクラフト使ってるもんね。でも本当にフォートナイトはこう、もう決められたマップじゃなくて。後ろと前だな。前のやつの行動がまだいるのか、あそこ。あそこいるわ。出る出る出る、ここか。やった、じゃあやった、ナイス。すごいな、すごい。まだいる、まだいる、2いる、2いる。前ワンのやつ顔出したいんだけど、あの立ててるとこと真下のここにクラフトしてるとこワンチャンいるんですよね。へえ、なるほど。抱いてる、やっぱいるわ。あー、でも撃ってきてますね。あー、命中する。あーっと、どうしよっかな。スパーもやり合ってますよ、白で120の方でバックキャスパ。多分ね、ここでやり合っててもね、何も生まれないんだよね。下がってもいいかも。お、下がりますか。こういう判断も大事なんで。そっかそっか、逃げも大事。いい、大丈夫大丈夫。あ、車線入るよ。あ、来てますね。上手い人同士が組んでるとこうなるんだ。かっこいい。かっこいいですよね。ヒーローって感じが。アンチあと1分だから、とりあえずアンチ側寄る。いやでもあのここ越えたらさ、車線切れるから。あ、ちょっと待って、ひどい。いや本当にこの二等兵じゃなくて軍曹って呼びたいですもん。確かに。そんな下っ端じゃねえ、もったいないですよ。まあ札幌だとは。岡上やら遊んでんだろ。遊んでる。あ、すごい、いるいる。他どう回る？そっちから回ったらでもアンチギリだよ。ですね。まあいっか。まあまあ皆さん、ちょっとこっちだけ参加して。うわ、なになになに。あ、撃たれたんで今、とりあえず車線だけ。なるほど。撃たれた時の避け方も、うん、大事ですね。すごいな。ほら、作って作って。うわ、本当だ、なんか飛んできてる。来てる。うわうわうわ。なんで見えてるの？そう、なんで見えてるんですか？あ、でも一発撃たれるくらいはそっちを見て。うん。
私なんかなんで降りた時にすぐ死ぬんだろうっていうレベルなのに恥ずかしいんですけど。皆さんすごい大事な話がある。大事な話、はい、なぜかリロードキーが入ってなかった。あらリロードできなかった。よかったよかった、死ぬ前に気づいて。そこにいるであろうということかな。いるのかな。さあ普通に撃ってクラフトのものは壊せるんですか。確か壊せます。ごめん、でもそのタイミング合わねえわ。レンガと鉄のまたそうなんですよ、ね、違うんですよ耐久度が。いや本当ねムッコじゃないけどね、うん、あのやられてやられてやられてなぜやられたか全然わかんない、うん、わかんないですよね。 なぜ私は死んでいるんだろうみたいな、うん、あそこにいるのかな。あいた。ちょっと待って、すごい、あのさぴょん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 してるのになんでエイムだけは同じなの。そうなんですよね、うん、なんでエイムだけは固定してるの、体動いてるのに。それがすごい。いや確かに本当だ、そうだ、そうこんだけ動かしててなんで。ほら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 すごいすごい、本当だ。君打ち当たんないわ、ごめん。いやすごい、下潜ります。確かにでもやっぱり絶えずマウスもキーボードも動いてますね。どうするこれ、下から上がる、やりに行きます。あれあれね、後々めんどくさいんだよね、次入ってないから。そうなんですよ。うささんはですね、ご自分で作られたキーボード、これあれなんですかね、ワンゲームどれぐらいの時間が大抵かかるんですかね。フォートナイトは結構短くて2、30分で終わるんですけど、 PUBG よりはなんか10分、20分は短いかなって。そうすると多分ついるね、あれ爆破系持ってる、ね、あのロンドさん、あのナルガンポーション決めて、ポーション決めて、ポーション決めて、このイベントが終わります。終わりますね、多分降りてますよ、あいつら。ムッコとか私がやると多分すぐ終わります、ね、いや、30回ぐらいやんないと。やる、そう本当にそう、分とかで終わっちゃいます、ね、終わっちゃう。あ、死んだ、あ、死んだみたいな感じ。死に系見たくなりますね。死に系見たくなりますね。これは見てて楽しい。あいつらどこ行った。ダークソウルですかね。あら、多分 W の方、あるいはサイコブレイクとかですね。でも私建築家の方がすごいと思うんですよ、うん、なんかこの何個かあの板の形状があるじゃないですか、斜め上に立てたりだとか、うん、平面に立てたり、あれたりとか、そういうのを瞬時にキーを判断して打って、足場を作ってっていうのを、そうなんですよ、この工程を多分なんか 0.1 秒くらいでやってるじゃないですか、皆さん。もう経験を積まれている、経験ですね、これはね、本当にすごい体に染み込んでるってこと、うん、考えるな、感じろ、すぐできた、わー、出た出た、ドンスインクフィールですか、すごい、もうなんかやしる、やぐらを、やぐらっていうか、わー、でかっ、おーおー、打ち合いだ、打ち合いだ、足を、足場を。じゃあ、今回内容変えて、はい、あー、すごい、すごい、おー、すごい、おー、ヒーセクテント、わわわわ、すごい、相棒さんが。いや私もこんなに視点変えられたらどこに敵いたっけってなりますもん。そうそう、それで見失って後ろから撃たれるみたいな。一回ポーション決めるね、決めた、おおおおおお、ナイス、今やった、おお、すごいすごい、何もしてね、やばいな、どうしようなんかロンダさんが呼ばれた方がいいんじゃねぐらいの今どうでもよさだったけど。いや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 、あ、ごめん、これ死ぬ。えあんちゃんちゃんちゃん起こして、あ、オッケーです、オッケーです、行けます、全然大丈夫、蘇生してもらえる、そっかそっか、仲間がいると、あ、よかったよかった、そっか、ギリギリで戦ってたんですね、ストームの、変なとこにはまったわよくあるやつですね。あ、これって焚き火あるんで、おお、はい、おお、大丈夫、やった、あ、ありますこれ、置けない、すごいな、連携が本当ですね、なんか自分のことで精一杯になりますけど、私とかは相手の動きもちゃんと見てね、こうしたいからこうフォローしようっていうのもちゃんと、あの建材さちょっとくんない、僕200しかない、火が焚かれた、キャンプファイヤー、味方は死んで私にアイテムをくれるもんだと思っていたから、ポロポロっと落としたやつ、すごい、いや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 、なんかのんきに、のんきにすごい動きに、ギター弾いてるし楽しそうだな、すごい引くじゃん、めっちゃ手叩いてる、かわいい
で、今の何だったんですか？今のも何だったんですか？焚き火的に取れたかないかなと思って、とりあえず踊っとこうかなすごい面白いとこある、こういう遊び心もあるすごいな。ちなみに今、はい、あと3人ってことですか？あれ？あと僕ら以外1人ですね。あ、え、怖っ。待って、もうそこまでいってるんですか？はい、あと、100人でしたっけ？このゲームは結構あの配信者で流行ったんですよ。なので例えばあのすごいプレイをした時にダンスするとか、結構ストリーマーがやってて、あの海外の人って結構そういうの好きなんですよ。だから流行るきっかけっていうのもあるのかなっていうか。なるほどなるほど。いやでもなんかそんなことより私たちがすごいって言ってる間にもう3人っていうのが一番びっくりですよね。これ探すのめんどくさいからさ、真ん中取っちゃおうぜ。あ、うん、仲間でチームで勝ちなので、チームで1位っていう扱いになります。じゃあつまりあと1人ってことは、相手のチームはお一人亡くなられてしまったんですね。そうなんですよ、1人で頑張っているチームっていうことですね。確かに探すのが大変ですね、まずね、あと1人っていうのは。でもどんどんね、範囲が狭まっていくので、もう、うん、もうだんだん近寄ってくるしかないですからね、うん、打ち合いで、相手は多分位置がこんなに大きい建物を作ると分かってるかもしれないですしね、うん、まあ、グレポン、来た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 、はい、ゴー、どうなってるどうなってる。これ何、もしかして行くの本当に、マジで来てる来てる、確かに。ソシアさん、さっきちょっと早い、早い、あー、いた、動いた、あった、2点、どうぞ、もう詰めちゃ、詰めてぶち殺せ。かっこいい。でも攻めた方が勝ちですね、2回、本当ですね。そうですね、あのグレネードランチャーは近距離だと結構当てにくいので、ああいうのは下がんないで詰めちゃった方が楽。なるほど、オッケー、はい、すごい、4キロしかしてない。なんかでも、なるみ選手がやってるとなんか余裕みたいな感じで見るけど、すごいことなんですよ。これ絶対取れるもんじゃないですからね。ないですよ。一応僕があの前回のシーズンにスクワットって4人でやらせていただいてたんですけど、その時の勝率が 80% ぐらいだったので、まあまあ、80%? そんなことある、あります。野田さん、ありがとう。10秒以内の死亡率が 80% ぐらいですよ、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。見事なプレイでした。かっこいい、すごいな。いやー、完璧です ね、若いっていいな。もう反射が間に合わないですか。じゃあですね、成美選手のすごさを、あそこでカンコレやっていい？ダメです。違う。裏でやってください。はいはいはい、これありがたいことですけど、はいはい、ね、成美選手のすごいところを見せていただいた後は、うん、続いてはお客様を交えてのさっき言ったね、4人のスクワットプレイで、はい、レッツビックロイをしてみようかなということで、成美に東平選手と一緒にビックロイやってみたいなっていう人、はーい。いない。やっぱりね、やっぱりこういうことになるんではないかと思っていたんです。はいって言ったよね、今すごい。いや、じゃあみんなのあれ、はーいって真っ先に言っておくとよね、やる。はい、一人決まり。いや、そう、4人だこと、はい、あと、ちなみに練習の方は、練習はあの昨日やった、昨日4回くらいやった、うん、でもそのうち本当に3回10秒以内に死んでるので。4回やればもうプロです。で最近いやプロ舐めんなって。最近ちなみにフォートナイトよりやってるのはデッドバイデイライト。面白いですからね。面白いから、まあでもね、練習はしてるということ で、 そうです、ね、じゃあ残りお二人、お客様からぜひちょっとあの全然気兼ねなくで大丈夫です。そう、大丈夫、私も下手だからいるから、あの私も下手だから、みんな一緒に やろう。後ろにいらっしゃるお客様で結構ですよ、うん、後ろにいらっしゃるお客様なんですよね、あれね、ちょっとただならぬオーラを感じるけど、そこの何かあの大で見た方もいらっしゃる、ね、かっこいいシャツを、これ あ、まるでなんか宇佐選手みたいな。本当だ、そうですね。まるで宇佐選手みたいな。宇佐選手が作ってくださったやつなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ご自分でね。いい人でした、宇佐選手。いや、そうだったみたいに言われてくださいも。じゃああともう一方。あと一人。どなたか。どなたかいらっしゃいませんか。そこのタフゲーミング蹴られてる方どう。あれ、まるで佐藤さんみたいな方じゃないですか。まるでね、エイススジャパンみたいな。スタッフどんどん行くよ。逃げた方がいい。じゃあ、行かれますそこのお客様。お行きますか。お行きましょう。じゃあ、ぜひ関係者から集めたの
先ほどあのビクロイチャレンジを皆さんどなたかやりました？間のイベントの間。やったことない。ああそうそう。マッハで終わります。なかなかね。村井さん、じゃあ向子さん、あちらに。じゃあ行きますか。はい。行ってらっしゃいませ。ではその間に。エジスの佐藤さんにはこちらに加わっていただいて、はいはい、そのタフゲーミングのシャツを着たお兄さんに、はい、お兄さんにこちらに一緒に入っていただきましょう。じゃあちょっと準備をしていただきつつ、その間にまあね、あのエジスの佐藤さんにも加わっていただいて、ビクロイチャレンジの模様とか、最新自作 PC についてとしやさんとね解説していただきたいと思います。第一部でほぼほぼやったことのおさらいです。はい、こちらですね、はい、それを組むのに私は寿命が1年半ぐらい倒れるかと思った倒れるか入なんかムッコさんがねできる人みたいな感じ できるみたいな感じですけどね、はい、第一部始まる前にラーメンの汁をそうです、ね、スカートにこぼしてしまった洗ってきますって言ってここびしょびしょにして帰ってきてバタバタやっていてちなみにラーメンってどこに食べに行ったんですか？でもあのもう駅着いてすぐだったのでとりあえず味の時計台に、はい、あのあ行っちゃうんですけど遅れていたんでちょっと有名店とかっていうの行く時間がなくてあそうなんですね、はい、ちなみに昨日の夜は札幌ビールでした。あ僕もともとバイトしましたよ。あらすごいなご縁がいいですね。私はジンギスカン北海道なのに食べられませんから。あれですね、野水さんがあれなんですよね、はい、札幌。札幌です、はい、私はね苫小牧で生まれて標津とか旭川で育ったんですけども、あのねラムはねあの丸肉わかりますか？はいはい、わかりますよ。丸肉がもうダメですね。あ、まあ、もうキャンプ行くと丸肉あどうも冷凍のね、はいはい、ガーンってこう焼くんですけど、ちょっとね丸肉の場合はあのあ なんですか、じゃなかったらそう匂いが結構にしますから ね、あのかすかに響くなんかささやき声みたいのがちょこっとはいはいどうぞ。あ、じゃあぜひぜひ佐藤さんにも入っていただきまして、どっちがいいですか？私1個ずれますか？はい、はい、準備の方が整いましたんで、じゃあマッチングの方を始めてもらって、はいはい、お願いします。じゃああれです、ピャッてなったらレッツビクロですよ。そうですね、ピャッてなったら、ピャッてなったら、はい、あのせーのって言うからなんかせーのって言うからね。ムッコの声がエコーしてるんだけど、もう一回もう一回入って、あ、はい、あ、はい、ほら多分ゲーム内入っちゃった。しょうがない、しょうがない、いやいやいや、はい、じゃせーのって言ってレッツビクロ言ってね。はい、はい、それでは準備が整ったようなので行っていただきましょう。お願いします。よっしゃー、よっしゃー、くでくでくで、なるべき、はい、入ってます、ね、こちらがちょっとかっこいい。 1.5 倍うるさいですね。いつも使います。いや、マジでもう10時間いってる。エコーでもうるさい。ちょっとわかりやすいですね。はい、え、そしてどれが、どれがムッコ？タリー、タリーエラです。こちらのタリーエラ、トリーの、トリーエラです。そう、ゴリゴリのヒゲのおじさん、はい、そしてこの、なんか長髪の方は大丈夫です。挑発の方はお客様ということにしておきましょうか。じいちゃんのじいちゃんのお客様、じいちゃんの方。そしてこちらのあっさり顔のタフガイがガレリア T シャツの宇佐選手によく似た方ですね。はい、そうでございます。じゃあ行きましょう。あれ、うわこちら今、水波選手のためですね。倍うるさいですね。なんか、うるさい人が寄ってくるんですか？これ大丈夫？なんかもう…あー、ナルミさん！うわー、うわー、ナルミさん！そんな感度ってどこ？なんばかりが…第1部に続き、はい、もう、どこまでトラブルを巻き起こすの？トラブルが人生ですから、元社長さんの人生はムッコみたいなもんですよ。いや本当に、本当にやる。これ B です。これどうやってやるの？これ来ましたよ、ラブ返しまで、ね、はい、じゃあ着地ポイントを決めてもらって、あのせーのでいきましょうね。せーのでスリクロイでね、ここら辺でいいですか、ここですか、向こうお願いしますよ。せーの言ってね、せーの言ってね、右ですね、左下のここ、え、ここですか？左下のそこ多分蜂の巣になりますよ、真ん中なんで。あらあらやばいやばい、それだけ違うとこ降りちゃいます。ここら辺で降ります。黄色ピン、はい、はい、行きます。えいや、
で、これ川で降りると、せーの、レッツビーゴー。これ川で降りると結構落ちるので、川ら辺を目指して行ってもらって、そのまま調節して行ってくれれば近いです。おー、川を、なるほど。じゃあちょっと高いところでやると高い分だけパラシュートで開くんですけど、パラシュートでやってる分の方が遅くなってしまうので、高さが出て、そうですね、今のところプレイ見てる限り村井さんは降りて1分以内にいないですよね、はい、ね、誰もいなさそうです。設定が全然違う。基本このゲーム、ショットガンと建材がないと厳しいので、最初に木の材料を取ります。集めて、ツーショットガンを最初に拾うと、はい、この家、ここらて入れる。カセットリーとかも壊せますね。え、待って、できるんだっけ。お、いた。いや、多分落ちただけですね。あれ違う。あれいた。オッケーオッケー、ゴーゴーゴー。死んだけど、死んだ。死んだ。全然いじってたら死んだ。トレーマー1人減ったけど死んだ。クラスはこれあれなんですかね、やっぱりその担当してないゲームっていうか、要するにプロのゲーマーでも初見のゲームっていうのはやっぱり辛いもんですかね。どうなんですか。そうですね、やっぱり辛いですか。野球選手がサッカーするんですよ。両方ともプロだね。いい感じですね。はい、違うゲームやってもらうっていうのが面白いかもしれないですね。面白いかもしれないですね。格ゲー選手にゲームやってもらう、そうですよね。なかなか悔しい思いをしそうですよね。でも本人的にはあれですね、カンコレプレイヤーにアズールレーンをやらせるとか。それ大丈夫です。違う。ちょっ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 くるくるぽい。お、いましたね。武器が何もない。まだ無垢生きてるんですね。生きてるの？あ、ひどい、やばい、殺され、あー、こ、あー。すごい方向。大きな悲鳴が。方向を伝えましょうね。瀕死瀕死瀕死。助けて、助けて、鳴海選手を。鳴海選手、みんな助けて。ここの木の下にいるよ。おー、かっこいい。おっ、やばい。あー。あれ、まさかまさかまさか隠れてるもの、隠れてるもの。村井選手隠れてるから生き残っちゃってますよ。これこれはどう、あとは歩けてない、歩けてない。いやいや、武器を持とうな、武器を持とうな。違う違う、そういう人じゃないから、そういう人じゃないから。殴りかかってましたよ。うんと、クワみたいなやつでかかってきましたね。銃持ってる人間に殴りかかってきましたよ。クワで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 ね。もう一回行きましょうか。もう一回行ってみましょう。これまたもうちょっと面白いものが、新プレイが見られるかもしれないですね。でもね、こういうことですよね。さっきね、なるみ二藤平選手とそのお友達さんで、お二人でデュオでやってた時はあんなにスムーズだったのに、謎のもう一個選手とかが入ることによって、慣れてない方が入ることによってなかなか厳しくなるっていうこともあるわけですね。2人でやってるのと、まあ4人でやってるのってちょっと違ってきましたね。あとあれですからね、プロとはいえあれですから全く違う、そうですね、要するにところに来てたりとか、あとはもうザ素人っていう人が、そうですね、いらっしゃる、なぜか最後まで残りましたね。すごいですね。これはこれで面白いっていう話もありますわね。ムッコさん、ムッコさん、次こそはソイヤじゃなくてレッツビクロイでお願いします。じゃあゲーム画面のなんかサイみたいな感じで降りてきました。ソイヤってさっき言ってましたからね。ビクロイ言う気配はレッツビクロイですね。レッツビクロイ、しかもせーのって言ってもらうとすごい助かります。せーのでお願いしますね、はい、素材を集める。この降り立つ前に手に入った素材も使えるんですか。使えないですね。それがロビータイプ、100人いるんですよ、バトルロワイヤルなんで。それが集まるまでお遊びタイムですね。そうですね、今だと遊び場っつって自分たち4人フレンドだけでマップを遊べるんですけど、そうすると建築の練習が気楽に愛的にやられることがなくできるので、始めるなら今やっていただけると結構楽かなと思います。
おお、それやっておりたいな。さあ、どのあたりで降りましたよ。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 せーの。みんなもう降りた。村井さん。レッツ。降りました。リスキー、リスキー、リスキー。まだ降りてないんですね、あなたはね。降りましたー。備えればいいって。リスキーいるわ。下がっていいかも。ウェディングッズでいいや。あのフリーダムですよね。いや素晴らしいですね。素晴らしいですよ。キロピン、キロピン。あとしたいもんですよね。キロピン。あの黄色のビームが。迷路みたいなところ。上に行ってるところに行きましょう。やばいやばい。着くかなあそこまで。行けるかしら。わあ。あのあるこうバトルロワイヤル形式のゲームで、はい、あのムッコのプレイスタイルって鼻ずこいりみたいな。謎のダブルプレイスタイル。一旦トイレに入る。とりあえずトイレに入る。一旦アンチに隠れるそれ。わかんないんですけど、トイレに入るって必ず。入りたいです、ね。入りたいんですね。まあ一応ね、初プレイ、初ドンカツを取ってる方なんでね。いやいやはい、ビグロイが出て決しておかしくないです。そうですよ、ね。はい。うわ。あ、なんかある。なんかあるんでしょうね。何か教えていただけると助かるんですけどね。そうですね、はい、説明をしていただきたいですね。はい、そうですね。今ね、なるみ選手の画面なのでね。はい、実況とかね、実況とかわーって言われても分かんないんですよね。ちょっと一旦落ち着いたかなと思うので、じゃあさっきね。しばらく生き残ってくださいね、皆さん。これからちょっと広告されますんで。はい。はい、じゃあまあ今ね、なるみ伊藤平選手が使ってもらってる PC のスペックをちょっと、はい、紹介していこうと思います。そうですね。はい。はい、じゃあちょっとこれ切り替えられるのかな？はい、パワーポイントにじゃあ、はいはい、切り替えの方をお願いいたします。はい、こちらですね。はい。これがですね、タフゲーミングアライアンスキットってことですね。はい、これドスパーさんで今販売をしています。はい。しかも後で紹介しますが、はい、キャンペーンとかもあります。はい、あります。はい。はいでまあ、どうしま一番上の方からトシヤさんお願いいたします。はい、じゃあコア i5 の 8400CP になっております。これですね、6コア6スレッドということでですね、あれ12スレッドじゃないのっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、基本的にゲームだとかっていうものはですね、物理コアが力を発揮しますので、もう6コアこれでいいんです。で6スレッドっていうのもですね、特に問題なくですね、非常にコスパに優れた、まあ、ゲーミングマシンに最適な CPU というふうに言われております。なるほど。はい、でマザーボードの方、こちらがタフですね。はい、タフの H370 プロゲーミングということですね。はい、まあ第二研究で使えるですね、300シリーズ のチップセットを搭載している、コスパに優れたゲーミングマザーボードというふうに、そうですね、はい、考えていいと思います。はい、はい、メモリが G スキル。出てますね。メモリが G スキル、はい、はい、こちらの方ですね。ヒットポイントがちょっと減りました。はい、16ギガな。めっちゃなんか出てる。はい、やったやったやった。スピードがですね、3200ということでですね、はい、まあ、定番のメモリですかね。もうちょっと、はい、もうちょっと定番よりもちょっと上っていうか、ね、上ですかね。いい感じのものだと。はい、ムッコが死にました。あ、そうですか。はい、はい、はい、電源の方はですね、はい、650W NMAX とですね、はい、ドスパラさんの共同開発した、そうですね、こちらの方ですね、起動時にですね、ファンが逆回転して中にホコリがたまりにくくなる、ダストプルーフ機能ですね。はい、はい、いい感じだと思います。はい、ビデオカード、これがですね、もうあれです、伝統の ASUS ストリックスシリーズというところですね。セミファンレス、セミファンマップ内に、はい、緑の温度が低いと、電動ファンが止まって音がしない、はい、ということですね。はいはい、でですね、1060の6ギガなんで、はい、こちらの方ですね、かなり、上のですね、重たい、ゲームの方も楽しめるい、はい、動かないゲームはまずないですよね。まずないです、このクラスになるとですね。はいはい、だからよっぽど重たいゲームの場合はグラフィックをちょっと調整してもらえれば、ね、はい、FPS を犠牲にしないで済みます。はい、はい、で SSD ということで、はい、ここからですね、実はちょっとポイントになってまして、はい、システムドライブ SSD 入ってるんですけれども、実はデータドライブとして東芝のですね、2TB の、ハードディスク入ってるんですが、そこに実はですね、インテルのですね、3D、クロスポイント、テクノロジーを利用したですね、オプテインメモリ、はい、これをキャッシュとして組み合わせてます。マップ内にあるこれ、キャッシュとして組み合わせることによって、ハードディスクのですね、読み込みスピードがですね、SSD、SATA の SSD 以上のスピード、
そうですね、を実現してます、はいはい。でまあですね、キャッシュという特性を生かして、ハードディスクデータドライブを使っていただければですね、ハードディスクはあたかもですね SATA の SSD がごとく、プラスアルファのスピードで使うことができるということですね、はい。まあ、皆さんご存知の通りすでにですねオプテインオプテインのですね SSD っても出てきてるんですけども、こちらはですね16ギガっていうですね、ドライブとして使うにはちょっと容量が足りない、もんなんですけども、このようにキャッシュとして使うと非常にですね有効に使えます。一応16ギガ単体で使えるんですよね。使えますね、はい。ただだけど16ギガ誰が使うのってなりますけど、はい、システム入れるとあと、10ギガぐらいしか残らないっていう、はい、ということで、こちらの方ですね、ハードディスクを高速化するという、以前はですねシステムドライブにしか使えなかったりとかいろいろ使い勝手が良くないところあったんですけど、今はですね非常に使い勝手もいいの で、ね、ぜひこちらの方を使っていただきたいなと、はい、検討いただければというところですね、はい。ドドンドドン、あ、これですね、はい。で本当にね前はねシステムドライブのみだったり後から追加するのが非常に難しかったりとかっていろいろあったんですけれども、クリーンインストールしなきゃいけないそうなんですよ、もともとは C ドライブで使うときはね、はい、で今はですね、セカンダリー要するにまあデータドライブとかにもですね平気で後からですね、まあインテルラピッド、ストレージテクノロジー、はいはい、の、ドライバーソフトウェアからコントロールすることができます、はいはい。でですね、コーヒーレック第8世代の第8世代の、インテルの、コアシリーズ、プロセッサーとそれからですねあとは、300シリーズですかね。そうですね、はい、はい、対応、まあ、マザーボードとしてはインテル300シリーズと、はい、チップセットが Z370H370B360Q370、はい。だからこちらの方の、ですね、タフアライアンスキットの方でも、ね、はい、実際これ入ってるんですね。入ってます、はいはい、ということ で対応しているマザーボードは ASUS のものはもちろん全部対応してますっていうところと、はい、まあ、対応している BIOS バージョン、今記載してるですね、うん、これ以降のものであれば全て対応してます。セカンダリーアクセラレーションに対応してますよっていうところですね、はい、ですね。まあ、基本は今現在リリースされている最新の UEFI BIOS にしてもらえればいいかなっていうふうに思います、はい。で一応ASUS のホームページにもですね、はい、組み込んだシステムに、OS 新規インストールする場合だったり、まあ、既存の環境にオプテインメモリを増設するときの、うん、まあ、FAQ などもありますので、はいはい、まあ、今回ね組んでみようかなと思った方はぜひこちらをご確認いただければと思います、はいはい。でまあ、OS 入っているところから、まあ、入れるとき、まあ割と簡単でですね、はい、本当に、まあ、これが今画面キャプチャーされているものなんですけども、まあ、オプテインを選んでいただいて、で高速化する互換性のあるドライブを選択してくださいというところで、うん、こちらでハードディスクを選んでいただくだけですね。で、一回再起動ですね。はい、そうですね。再起動になります。再起動になって、でそうするともう起動が早いと。草の塊が草の塊の話ですかね、はい、草の塊です、ね。でこれはオプテインメモリー別にハードディスクだけじゃなくてですね、SATA のちょっと遅めの SSD と組み合わせても結構ですし、そうですね、あとはですねもう自由に組み合わせていただいて結構なんですけども、これ解除することもできますんで、はい、っていうかですね、簡単に解除できます、はい、逆に、ですね、そのハードディスクを取り出して新しいものに変えるとアンチ外なんで別に行かなくてもそうですね、はいはい、そこで気をつけてください。なんでまあこれからね256のSSD に OS を入れといて、はいはい、まあ、理想は 2TB の SSD 変えればいいんですけど、そうですね、2TB の SSD って6万ぐらいですよ。6万、6万、はい、6万ぐらいですよ、飲み水調べて6万円ぐらいです、はい。で、まあ、16GB のですね、これに入っているオプテインメモリですと例えば 4,5000円ですかね、税金というか消費税です、そうですね、はい。でプラスアルファですね、もう最近ハードディスクがめっちゃ安いから5000円しないですね、そうですね、2テラで、はい、はい。ってことは1万円でですね、まあ、2テラの、それちょっと待って、サタの SSD に迫るわパフォーマンスを選ぶというところで、はい、そういうこと実現できます。ゲーム盛り上がってるんで、ちょっと ゲームの画面にちょっと切り替えてみましょう。切り替えます。だってなんか新聞社より、さっきロケットの話があったと思うんですけど、はいはい、それによってあそこに要は切れ目ができたっていう設定になってて、ちょっとなくなっちゃったんですけど、画面こういうところとかに次元の裂け目みたいなちょっと裂け目がありまして、それに入ると。あそこまでテレポートしてもう一回パラシュートが開けるんですよ。そういうのあるんだ。レジェンダリースナイパーで、さっきであったんですけど、基本フォートナイトも PUBG も
マルチコアが6コア以上に対応してないので、あ 12スレッドも8コアも買う必要がないんですよね。6コア6スレッドでもいいっていう、はい、あの6コア6スレッド以上 の、 あのマルチコアに対応してないので、それ飲めばシールで、いいですね、いい情報来ましたね。タフアライアンスキットおすすめですね。はい、配信とかをつけないのであれば、多分 i5 が今一番安価でコスパのいいものだと思うんですけど、ゲーミング、PC には最適ということですね。プロゲーマー配信する方には i7 をおすすめした方がいい。あ、そうですね、はい、用途に合わせてやっぱり i7 もね、まあ、耐えてる耐えてる。 OBS でやるか XSplit でやるかっていう感じになってくるんですけども、やっぱりそっちの方にもコア割り振ってやりたいですからね。ですね、はい、全然問題ないです。だから今 Core i5 が入ってますけれども、あの将来的にはちょっとあのお金を貯めておいてっていう Core i7 のですね 8086K、まあ、限定版ですけれども、そちらの方をですね購入するのを待てよし。そうですね、はい、なるほど。あ、そうそう、 8086K、 そうだ、そうでしょ、最近出ましたもんね。最近、そう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 、あの、何十周年記念だったかな、 8086K が出た。あれとあのね、8086の、発売日に合わせたんですよ、最近で。実はあ、そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、あのここにいらっしゃる方って結構その使われたことあるかもしれないですけども、あの NEC の、ね、PC9801、はい、あちらの方が V30 というですね CPU を使われた方と思い出した方いらっしゃると思うんですけど、あれは8086のカスタマイズ版ですね。まあ、ある意味あれですよね、なんていうんですかね、その世界を制した CPU という、ペケ86って言葉ができたもう由来ですからね。インテルの CPU って汎用的に言うと4004というのから結構始まってるんですが、はい、こう4004の基盤である日本人、開発技術者の名前がパターンにこっそり入ってるっていうのがあります。そこから始まったやつがですね、まあ、8080とかね、あのそういうその名 CPU を経て、8086K、はい、っていうのが出てきて、その発売を記念して、8700K という Core i7 第8世代の、はい、CPU からですね、よりすぐりのものを、選別して、8086と K という形にしますね。はい、だから動作周波数が、まあ、シングルコアに限った話っていう、まあ、言われ方もするんですけども、はいはい、一応ですね、定格動作が4ギガなんですね。それほど取られて何もわかんない、うん、はい、だからこれはですね、なかなか大したもんだということでですねそれしか言えない、ただだけどこれが限定版なんでいつまで出るかわからない。そうですね、なくなり次第終了予定でございます。ただなぜかショップにはまだあります。なぜかなぜか、はいはい、お値段がやっぱり8700より若干お高いんですけれども、そうですね、はい、4万円前後、そうですね、5万円切るぐらいです、ね、いや、4万円、うん、4万円と5万円の間ぐらいですね、はい、さあ今ゲームの方が、お二人になってますね。いけないものぐらい、今は、16人、そうですね、はい、あとさっき言えなくて申し訳なかったんですけど、この右上に FP 値が出てて140を切ることがないので、こちらでも全然今いい感じです、はい、ああ、なるほどなるほど。これはあれ、画質設定は今は画質設定は低くはしてるんですけど、フル HD は出してましたね。そうですね。おおおおすごい、あっさり、この近場で後ろ後ろ後ろ白白とは、あ、スナイパー一発当ててる。どうした相手に。はい、おー、ナイスキューです。耐えてる耐えてる、さっき僕らが行ったとこ。すごいなぁ、これは。俺何もしねえけどいや、一人抜いたでしょ。ナイスだったよ、大丈夫大丈夫。なるほどねやっぱフォートナイトで終わると言葉のカバーもうめぇなでも、あれかな、なぜムックを蘇生しなかったのかな。あ、違う、2回、はいはい、やられちゃうみたいな感じなんですね。はい、いや、でもこういうゲーム見捨てるの大事なんで。ああ、なるほどね
捨てるのは大事、足を引っ張る人間は切ると、切ると、切るということですね。勝ち、勝つためにはね、助けに行ってやられるように。簡単ですね。おおスコープの中に入ってる。まだいる？普通に多分 2,3 人かな、いて。なんか他打っちゃってね。打っちゃってますね。うん、待って待って。ここで戦ってます。ここ上取っちゃっていいかも。すごいですね。これとにかく最後の上を取る。ああ。おっと、接戦。あれはグレネード？ミサイル？ミサイルってあるの？ミサイル？痛いなら言ってほしいんだけど。ミサイル痛くないって。そうですね、今、ウサ選手っぽい方はローライフですね。あと一発ぐらいでやられちゃうんで、守り、なるみさんが守りながら、上で有利を取り、今でもあれなの、この手のゲームでもスナイピングをすることは芋っていう。あの ずっとこもってると、あこもってると芋って、あなるほど、普通にアクティブにやってればスナイパーでも全然武器の一つなんだよ。おっと宇佐選手っぽい方が今倒れてしまった。ああ高校救出しましょう。ただ接戦してるので落ち着いてビルドで固めて、あなるほど、周り固めないと回ってみられちゃう。そうです、守ってあげないと。位置さえバレなければ蘇生をできると。なんか周りですね。あーバレた。こういう時に見捨てる勇気っていうのも大事です。見捨てる勇気っていうのも大事です。そうです。ただ今、なるみさんを引きつけている。あーっと、宇佐選手がやられてしまった。さあ、なるみ選手、生き残りましょう。さあ、現在6名ですね。あと5人やっつけます。ただ、接戦です。あー、惜しかったー。拍手でお願いします。かわいいですよ。もうどっちがやられるかのね、瀬戸際でしたから。いやこんな間近でキル見ることはない。本当に、いや思わずおーって声が出ちゃいますもんね。本当ね、おーしか言ってない。おーすごいしか、いやなんかね、あのすごかったからね。台本に分かりやすかったですね、参考にして上達しましょうって書いてあるけど、あ無理だ、スマイトを見てもすげーしか出てこない。自分がやれるかって言ったらやれないです。いやでも一つ、ナナミさんさっき言ってたのが見捨てるのも大事って言ってたんで、そこはすごい勉強になったので、まあ、どんなね、こうオンライン対戦のゲームでも見捨てる勇気というのが大事というのはね、見捨てられても恨まないってことですね。我々からすると見捨てられましたけど、すがすがしい気持ち、斧で臭かってたからね。すがすがしい、すがすがしい。でもこのゲームはあの建築があるので、はい、あのさっき言ったようにエイムがそんななくてもプロゲーマーで、この建築がすごいからってプロゲーマーやってる人もいますし、そうですね、建築ってあのエイムと違って感覚じゃなくて練習すれば上手くなる、要は例えばあの格ゲーのコンボみたいなものでもあるので、結構やればやるほど上手くなれるので、あのよければやっていただきたいなと思ってます。はい、ぜひ皆さんね参考にしていただければ、ね、はい、今の参考になりました、はい、うん、そうですね。さて成美選手、宇佐選手が初めて自作した PC でのビッグロイチャレンジどうでした？FPS も出ててすごい快適にできたので、うん、すごいありがたかったです。宇佐君ありがとう。ありがとうございます。作っていいですね、このチームメンバーで作って別の人にプレイしてもらって、うん、感想を聞くスタイルっていう、うん、いいですね。これが私もね、邪魔が入らなければもうちょっと配線きれいにできたんですけど、私と申しておりますが、やめましょう。これ以上戦争の火種を作るのやめましょう。はいはい、この自作キットなんと今回3種類あるんですよね。はい、そうですね、ちょっとその3種類もあるんですよ。ちょっとパワーポイントの方にお願いします。初耳だ。はい、じゃあ一番左な、何号って書いて、あ、ASUS マザーボードオプテインメモリ採用自作キットと称しました。はい、はい、3つ用意させていただきました。はい、まず1つ目がですね、一番左セロリンネゴ。はい、はい、
ですね、はい、そうですね、はい、輝いてますね。はい、でインテルコア i7-8700K、こちらね、6コア12セットなので、先ほど、はい、成美選手も言ってましたけども、ゲームしながら、うん、配信しながらっていう人だったりとかね、うん、そういった向けではもう、そうそう、今、まあ、あのスレッド数っていうのも生きてきますんで、はい、生きてきますし、はい、こちら、ですね、ビデオカードはですね、GTX1080Ti も、はい、搭載しておりますので、はい、まあ、ゲームやる分にはもう、現時点、コンスーマー最強ってやつですね、もうこれ以上のものはないですよと。っていうところで、で真ん中が、タフアライアンスキット、今回ね、はい、宇佐選手が作ったものですね、こちらが149,115円となっております、はい、そしてもう一つですね、コストパフォーマンスキットというものもご用意させていただきました、はい、約10万円モットーでやりました、はい、でもこれもあれなんですよ、オプテイン入ってるんですよね、はい、こちらもちろんオプテインを入れさせていただいておりまして、はい、こちらも一応タフシリーズのマザーボードは採用しておりまして、はい、マイクロ ATX になっております。なるほど、はい、全部で3つですね、こちらがですね、はい、今日からドスパラさんのですね、今日から販売しておりまして、はい、それに合わせてですね、はい、キャンペーンが、キャンペーン的な、はい、じゃあそちらの説明をもう一回お願いします。はい、お得なキャンペーンこちらでございます。ババンというわけですね、秋葉原本店札幌店ナンバ店通販限定のキャンペーンでございます。 ASUS マザーボードプラスインテルオプテインメモリーが搭載された対象の自作キットお買い上げで豪華商品が当たるパパパパというわけでですね、先ほどの3種類のどれかを買っていただくとですね、例えばこのすごいね、この ASUS さんの27インチの湾曲ゲーミングモニターが当たったりだったりとか、当たったりだったりとか、はい、あとですね、もう ASUS さん自慢のゲーミングヘッドセット、マウスパッド、マウス、そして Wi-Fi ルーターなどなどが抽選で当たるというね、こちらキャンペーンでございます。ゲームやるにはもう必須アイテムですね。必須のアイテム、はい、ということですね。だから例えばですね、まあゲーム始めますと、これで例えばタフ、アライアンスを買ってキットを買ってゲーム始めるって言ったらね、やっぱりね、湾曲モニターが欲しくなるわけですよ、はいはい、だからこう機械狙ってですね、タフ、アライアンスを買って当たるのを、結果が出るのを待つ、うん、で確かさっきそれを言ったら、はい、発送が9月ぐらいになるまあでももう31日が抽選締め切りですので、ね、要は9月頭なので、できるだけ早く、はいはい、そこで31日まで待って買いましょうっていう妄言を吐いた人がいましたから、ね、そうですね、さっきなんか言ったらしいんですけども、はい、できれば早く、怖いわね、本当に28日から31日までお買い上げの方に豪華商品ということなの でございます。もう買っていただいて、とにかくゲーム始めてください。そうですね、はい、で当たったら、そうですね、嬉しいなっていうと、ああ、そうです、いいですね。ちょっとお財布の中見てですね、11万円ぐらい入ってないしか入ってないや、ああ残念だったなと思ってもですね、コストパフォーマンスモデル買えますから。そうですね、はい、でこちらの方ですね、まあ変な話ですけど、後からアップグレードってこともできますんでね。そうですね、実際問題として、グラフィックカードとかね、はい、ただ個人的にその1ライターとしてお勧めしたいのは、タフアライアンス以上ですね、はい、こちらの方ですね、買っとくとですね、長く使えて、しかもアップグレードもできるっていうことで、まあ変な話ですけど5年4年は戦えますよっていう、正直なところです。それがそうですね、はい、というわけでこちらのキャンペーン締め切りが8月31日までとなっておりますのでね、はい、今ちょっとうーんっていう方でもまだまだ期間はあるっちゃあるので、うん、まあ悩む時間も必要ですけど、できれば今日買ってくださいっていうことで極端だな、まあ、さっきギリギリって言ってたね、さっきの失敗を踏まえて私はこう言ったわけですね、せっかく癒してくれたね、そうそう、例えば向こう、こういうふうに言ってみようか、何ですか、だから、今日、買ってくださいと言いませんと、うん、今日帰ってじっくりと考えて明日買いましょうああいいですね、いいですね、年屋さん、年屋さん、はい、日曜日ですからね、そんな変わんないじゃん、はい、そうか、まあ1日ずらしましたね、1日、はい、はい、そうですね、そうなんです、モバイル会員ですね、アプリ会員限定、ぜひダウンロードするだけなんで、はい、簡単ですよ。奈良美選手も宇佐選手働いてるんでダウンロードしてくださいね。あ、もう入ってます。入ってますか。さすがでございます。あれたまにあれなんですよね、ログインっていうか来るだけで100ポイントもらえ、当日使えるやつがあってあるある、あれ何も使い道がなかったら電池買って帰るんですよ。言ってますね、ドスパラさんで言ってますね、週刊ドスパラ TV ではそういう風になって、はい、言ってますもんね、魚餅、あれ大好きですもんね、魚ポーチですね
大好きなんです。どんどん増やしてください、魚ポーチを。はい。またですね、このイベント会場ではこの後もビクロイチャレンジと称しまして、このフォートナイトでビクトリーロイヤルを取れた方には先着でオリジナルのノベルティをプレゼントいたします。プレゼントしてます。残念ながらマッハで死んでしまった方にも参加賞のプレゼントがありますので、ぜひね、ちょっと鳴海選手というのはちょっと気が引けるけど、ちょっと実はやってみたかったなって方はこの後ですね、この2部が終わった後4時から5時まで、16時から17時までやっておりますので、はい、ぜひぜひこの機会にご参加ください。ちょっとまず試してね、もらって、うん、そうですよ、はい、そしたら欲しくなるかもしれませんし、はい、買って帰ろうかなってなるかもしれませんしね、はい、うん。もし一緒にあのプロゲーマーの方と一緒にやりたいって方いたら、ちょっと後で一緒にやりましょうか。はい、ぜひぜひそこもね、ひすりクロイチャレンジをね、はい、はいはい、ということ で, ぜひぜひ引き続きドスバラ札幌店さんでのお買い物もお楽しみいただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ということでですね、はい、今日のイベントこれにてっていうところですが、はい、なるほど。じゃあ最後どうしようかな。お願いします。何で締めましょうか。何で締めましょうか。じゃあ私高橋総長の感想で。感想を、今レッツビクロしようと思ったね。あのね、一回もね、第1部で私は魂をね、はい、80% 釣り減らしました。そうですね。で台風のせいは 10% ぐらい、ね、だから 90% も魂すり減ってるんだけど、 80% はね、あの組み立ての時だった。そっか、年葵ちゃん大丈夫。私のヘブリが話を置いて受けて知ってるんですね。はい、はい、動いてますね。動いてますから大丈夫。村井さんが動いてれば大丈夫ってね。動かしたの俺。最終的にね、はい、最終的にはそうでしたね。はい、はい、なるみ選手どうでしたか実際。いや、実際綺麗に動きましたし、あの後ろから見てると敗戦で、あ、頑張っていただけたんだなっていうので伝わる、ありがたいなと思います。やられる方ですからね、昨今ね。なるほど。本当は綺麗にしたかったんですけどね。ちょっと報われましたね。これ私を恨まれてるのもしかして。あれですよ、ほら、すげえ上から、上から仲間を見捨てる勇気も大事という名言が生まれました。それだ、はい、それだ、これだ、見捨てる勇気。はい、今日 大事なことを学びました。そうですね、はい、見捨てる勇気も大事。はい、はい、ということでございまして、あとなんかあのこうエイスース的に言い残してやばかったって、8086か K を出さなかったのはちょっとうん、あれだったかな。もうちょっと前にガンガン行けばよかったかな。まあそうです、まあ、ただ今回この見た目のところでね、タフゲーミングアライアンスっていうところがね、なるほど、なるほど、はい、そういうのが今後これが前面に出てくれば、別に ASUS だけじゃなくていろんなメーカーから出てきますので、はい、ぜひご注目いただければなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあ放送の収録もありますから一旦終わりましょうか。はい、そうですね、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。